何がブラック企業、二階堂上ブラック告白したいだお前。いや、しょっぱないただきました。お疲れです。前いいとこばっかり言ってたんで、次は次こそは悪いとこ見つけようかなと。闇に葬っちゃうの。やっちゃうっすね。はい、じゃあ不法労働をまあ訴えたいって言うんですけど、まあぶっちゃけ俺のお前のごちゃごちゃはさどうでもいいんだけど。はいはい。まあ。建設業ってそういうもんやろ。まあそうですね、外仕事イコールもう、うん、何ブラックみたいな、まあ、あります、まあ、ざけんじゃねえよ。ありますまあこの間も俺セミナー動画でちょっとそれ撮ったんだけど、有給とかなんか聞いたことないの。いや有給ってことなしさ聞いたことないの。そうですね、まあ有給って何か知ってる。有給、うん、休みたい時に休める。休みたい時に休んでも給料もらえるってこと。そうですね。俺そうな、最近知ったもんな、そんな。そんなあんの、おかしいじゃん。聞かないですね。俺泥棒かなと思った。泥棒っすか。泥棒かなと思って、仕事しんでもお金もらえるってことだろ。そうですね、まあ、お金払わんでも物もらえるのって買わない。まあまあそうですね、何もしなくてももらえるみたいな。そうそう、まあまあまあでも今うちはぶっちゃけ有給あるんだな。ありますあります。取っとるよ。取ってます取ってます、ね、うちは結構有給は本当あるんですよ。ちなみに休みがどれが休みが、うん、ここに来て初めてその聞いた休みなんですけど、誕生日休暇とかも初めて聞いたんですよ。ああ、もっと言えもっと言え。あ、じゃあもうブラックじゃなくなるんですけどね。まあでも社長が暴力振るのはもうブラック。そうですね、ブラックですね。これがもうほんまやブラックですね。まあ基本的にその他合わせたら多分1週間以上はありますね、休みが。月に、はい、月、あ、月っていうかそのトータルで年間1週間しか休みなかった。いや、1週間以上あるんですけど。いや、1週間だったら、まあ、1週間以上あるんですけど、そのどういうこと、だ月に何回休む。月に日曜日休みだろ。あ、まあ日曜日休みです。だけどはい、あのさ、多分まあ視聴者とかまあね、職人さんは見とると分かると思うんですけど、23、4は塗装でも当たり前ちゃう。雨の日休みだろ。そうですね、でも基本的に最低でも21、2は絶対出れると思うんですよ。あ、少ない方か、逆に少ない方で悩みもあるんだ。はい、そうですね。お前 の, その鹿児島だったらどうだったの。はい、鹿児島、本当に梅雨の時期は最悪で全然ないんですよ。もう本当にうちもないだろ、梅雨なんて。いや、でもあれ、大きいアパートとかあれば、あ、はい、じゃないけど、共用部とかあれば全然入れるんで。あ、それはあるな。あ、少ない方で悩みがあるんだ。そうですね、多すぎても悩みあるじゃん、視聴者は。あ、今の若いやつすぐ休みて休みてやって、つけんじゃねえよ、バラ。38日温めてもらうから、毎月。で、それプラス有給は別であるってことだもんな。あります、あります。有給っていうのはまあ休んどるもんだけど、はい、日給がついとるもんな。はい、で、うちはちょっと特殊有給なんで、月給じゃないからね。はい、日給がつくんだもんね。はい、それ使ったら日給がバーンって払えられる、はい、みたいなやつ。で、まあ使えんかったらまあ別に日曜日に当ててもいいみたいな。そうですね、うん、ちょうど土日挟んで休んでもいい。で、うちはそのブラックどの頃と言われるけど、お前にもこれはっきり言ってくれるけど、就業規則をそう作ってるから、7時間半労働かなんか、7時間労働かなんかで25ぐらいまでは働いても、あ、そうそう、ね、25か4、あ、俺ちょっとこれごめんなさい。あ、いや、ちょっと待って、もう悪いね、危ない今。いや、あれがちゃんとあの労働かん、はい、なんとか契約書みたいな、会社見出しってある。あ、あるんですね。そうそうそう。で、そこに書いてあるのは、なんか何日で7時間半か7時間労働かなんかで24働けるか5働けるかなんかで、それ以上出勤した場合は残業で 1.25 になってんだよ、お前。あ、それ詳しいで、ね、現場でさ、みんな日曜日とか出させられて28のやつとかおるでしょ。はい、あります、あります、あります。で、そういうのはうちは多分24以上は 1.25 払いますから出てくれるかなって言ってる。あ、それ知らんかったですね。そうそう、だから給料勝手についとんじゃん。あ、25とか6とか、6ぐらい与えたじゃん。なんか、やっぱたまに計算しても合わない時あるんですよ。なんか多いだろ。多い時があって、え、残業多いんだから、お前ら、ごちゃごちゃするコメントやろうと思う。いますね、荒れてますもんね。想像より多いんだぞ。多いですね。そういうことだ。そうですね、そう、うちがブラックなの告白したいって言ったの、お前、何、何。そうです、まあ、休み関係、残業、あ、残業は職人の世界の残業ってぶっちゃけ、まあ、ないでしょ。視聴者のみんなどうなんだろうね。残業なんかつかんでしょ。俺だって
7時までは残業じゃねえって俺来たんですよ結構ハードですね7時まで現場7時に出たら残業じゃねえって言われてる、ね、残業は残業は基本うちは6時半から1時間、うん、日本人は1時間6時半6時半あの夕方の嘘つくなお前5時だろ6時半いや5時はつかないですよ6時で6時だでいや6時半からつくんですよ6時半まあ多分8時半からまあ大体基本8時から8時半にそのやってるんでそういうことか自分たち6時その前あんま喋ってほしくないあ、もう言っちゃったんですか違うしかないそうですねあ6時半なんだから現場出てますはいいや俺がよく職長とかに言ってるのそんなもん片付けして30分後に出たのあ、はい、2時に作業があって、はいはい、そんなもん残業じゃねえあそうですねふざけんなって言っとるけど、はい、まあこれアンチ湧くぞ見たれよ、はい、見たれよ苦しねえすぐすぐ出て俺には絶対お前ら来て権力がありますでも作業で6時までやったらつくだろあつけますねねなんだかんだ片付けそこからしてとか、うん、その作業はつけろよって言っとるんだよね、はい、つけますあのこれ職人じゃないとも見てるもんでさそういう人に言うと結局現場っていうのはさ8時とか8時半まあゼネコンとか大きい新築とかだと8時スタートなんですけど結局現場までに行く時間があるわけよ7時に集合しようね、はい、会社に、はい、ありますでまた現場5時に終わっても会社に戻ってきて、はい、また明日の段取りとか、ね、段取りがあります、はいまあ、そういうのはまあまあちなみにうちはついてないでまあそれ、はいついてないそんな会社行きたくないって別に一つだけ言ってたけど混んでいいそうそうそう結論ですねだけどまあ職人っていうのはまあこういうけど言うと悪いけどまあ俺もそうだけど中卒でやんちゃくれだけだけどお金稼げるで頑張りゃ独立して社長になれるっていうまあ世界だからそれで成り立ってんのもあるしまあ6勝来たらどうもやんちゃそんなことは一切ございませんって言っとるけど俺は全然違うだけどまあまあそんなもんやしな、ね、それについてはもう全部つけないと本当いけなくなっちゃうんですよ、うんうん、そんな話ないわ潰れとるわ本当に、まあ、ゼネコンでもそうでしょゼネコンでも監督だって新築とか行くともう10時11時まで延期ついてるもんな、ね、遅くまでついてますね、まあ、でもだって残業どころかなサブロック協定って言って何十時間以上働いたらあかんから残業もねそれ超えちゃうんだなつけてないと思う、まあ、うち結構会社ね塗装会社としては職人抱えてる会社では大きい方だと思うんですけど結局まあ3人とか5人とか前の会社で何人ぐらい、ね、社長入れて親方入れて社長入れてまあ5、6人とかそうだろう、はい、そういう会社だとまあその社長の腹サンズもあるしそうです、ね、まあそれであったらもうやめるしかないなそうですね、うん、ただ本当に、うん、まあ自由だもんね職人の世界ってどっちかっていうと入るのも楽だし辞めるのも楽じゃんそうですねまあ怒るとかうらーとかはあるけどあ、まあ、そんな感じです、はいまたじゃあ他の職人あるあるみたいな話してきますのでお願いします、チャンネル登録と、はい、いいねお願いしますお願いしますまた見てね